株価パラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。はい。まずは日経、はい。日経今日は二二十九円下げましたね。はい。ハイテク株に売りということでね。うん。新たな買い材料が乏しい中、これまで株式市場の上昇を牽引してきたハイテク株を中心に売りが出てということになりましたね。はい。まあ前日のね、ダウが八十五ドル下げていたのと、それから先物も,もですね、百六十九ドル下げ てるんですよねまあその合わせ技でいくと日経もまあそのぐらい下げるんだろうということでね229円下げましたはいあまあ、ね、でもまだまだね2万2,000以上の上にはいるのでまあここから更にガクッとね下がった時でもまあ対応できるようにね気を引き締めてねやっていきたいと思いますねはい日経でしたはい続いてテーマ別はい新型コロナ関連なんですけども 今日はですね全般的にちょっと難聴でしたね、やっぱりね。で、この新型コロナ関連のボックスの中でも、プラスで引けたのが4名柄しかなかったんですよね。あとは全部ちょっと、えー、マイナスで引けてしまいましたけども、はい。で、その中でもですね、まあ13%も上げたのがアクロディアですね。はい。19日の OB 検後にですね、IR が出て、3D マトリックスとの新型コロナウイルス対策サービスに関する業務提携というのが出ましたね。はい。で、18日の OB 検講。 にはですね。2つ出てたんですよね。この新型コロナウイルス対応の pcr 検査サービスの提供開始っていうのと、それの医療機関との業務提携っていうのが出ていて、まあ、この 2, 2日間でね。3つ出したんですよね。はい、ということで、まあその合わせ技っていうのもあってですね。上げてきたということになりましたね。はい、なかなかクロリア力強くね。上げてきたと思いますね。まあ、あんまり禁止でなかったんですけども、ここの200円のところからはい。うまくリバってね。あの上げてきたので。 まあ、このね、下値のところ、200円のところでね、拾ってた方々はね、あのそう良かったんですよね。はい。おめでとうございます。はい。で、一方のですね、3D マトリックスなんだけど、もう、そちらの方はですね、残念ながら2.4%下げましたね。うーん。まあ、アクロディアの方がね、サプライズ感があったということでね、そういう結果になったんだと思いますけどもね。はい。で、それであと、プロルートですね。はい。プロルートが、はい、3.2%上げましたね。 まあちょっとですけども、はい、あの、形がね、すごい良くなってると思うんですよね。この、何回も言いましたが、夏休みのよ々くよくボックスが何日か続いてですね、そこからちょっと頭を出してきて、で、まあ、徐々に上げてきたということで、はい、まあ、無理のないね、今、上げ方をしてると思うんですよね。はい、プロルート、いい感じで上げたいと思います。はい、おめでとうございます。それから、テラ。はい、テラはほぼ変わらず、4円上げということですけども、 まあね今は横々のやっぱりね夏休みな感じなんですよね。それでもね、まあ、根は保ってますよね。よくそんな下げずにね、頑張ってると思うんですけども、はい。で、テラーはですね、この国際新型コロナウイルス細胞治療研究会のホームページ、リニューアルしますというのが8月3日に出て以降ですね、とこっち側の話は何も出てないんですよね、新型コロナ関連がね。はい。で、それ以外の方では i r 出しましたけども、テラーの本体の方でね。 なんですが、新型コロナの方がちょっとね更新が最近なくてですねで、8月3日からずっともう夏休み状態になっているという感じになってますんでねそろそろこのホームページのリニューアルとともに何かしかねとニュース、うんまあ、ポジティブかネガティブか分かりませんけども何か、まあ、出てもねいいかなと思うんですけどね、はい、それの待ち状態っていう感じになっていると思いますはいテラでしたはい続いてあとはちょっとね今日は軒並み残念な感じでしたけども、まあ、特に 気にしているまずリボミックですね。はい、リボミック、まあ、2.3%下げましたけども、チャートはね、全然崩れておらず、この3日間、陽線で引きてますんでね、まあ、その範囲の中で収まっているので、まあ、全然ねあの、なんていうこともない下げですね、これはね。はい、それから、ヒアマスクのコックスですね。はい、でコックスもまあ4円の下げと、1.6%下げということで、まあ、これもね、大した下げではないですね。この よくよくボックスから頭を出した後にまあほんのちょっとだけね下げて要線のまだね中にいるんでね全然大丈夫ですね。はいという感じですね。ははいいゲーム関連、はい、まず注目していたバンクオブイノベーションが7%下げましたね、うん。まあそうは言ってもね7%下げたっつってもこれあんまり下げた範囲に入らないですよね。この でっかい陽線がね3つありますんでねそのうちのまだ上の陽線のところにまあとどまっていてかつ今日はと頭もちょっと上ひげ出してそしてと下ひげもつ長いのつけてリバってますんでと形としてはね別にそんなに怖い形ではないですよねこっからまだまだね十分上げていく可能性はねあると思いますね。はいでまあ、この ね、ネタはも何日も言ってますんで今日は省略しますけどまあとにかくね中国でのその2つのゲームをリリースするための反応っていうのをね取得したっていうことでその思惑で上がってきてるということですねはいでそれからあとはエイミングうんでエイミングがですね今日3%下げてなかなかねエイミングやっぱちょっと重いんですよねここからどう考えるかですけども まあ最悪ねこの700円の下値のところうんまで来たらねもう一回リバると思うんですけどねそこまでの間どんな動きをするかですねうんちょっと読めない感じになってますけどもでセルランはいセルランは今8位ですねちょっと下がってきましたけどもね5位からねはいまあそれもあってちょっと下がったと思うんですけどもはいまあ頑張ってくださいエイミングはい応援してますというのがゲームカネでした。 はい、そして次 IPO ですね。で IPO がですねやっぱり今日もねなかなかすごい,良い感じになってますよね。はい。でやっぱりねあの日経のその出来高がですねまああんまりよくないですよね少ないですよね。なのでまあそういう時はやっぱり IPO に資金がいくという法則がやっぱりねあの成り立ってますよね。はい。で今日フューチャーがまず20%上げましたそれからコモハスワンはい。これがですねストップ高で引きましたね。 ははいいいすすすごいです、はい、ででああとですまあ、このチャート見てくださいこのチャートちょっと笑っちゃいますねこれだから日経が閑散としてるとやっぱりねこの IPO に資金を向かうという法則はね分かりますよ分かりますけどもこの爆上げいややっぱりねあの僕動画振り返っていただければわかると思うんですけどもここの このね1発目のストップ高ね2日目に出した時にこれあのまだまだストップ高いくでしょうって話をしましたけどもそっからそっからどんだけ上がったんですかっていう話ですよこれそっからもう2倍以上になってますからね軽くということでうんまあこの話はね何回も何回もしてますけどもこれですよね T&S は AI 関連のソフトウェア開発っていう、まあ、ワードが入っているのとそれから からこのロックアップがですね、90日間っていうのと、継続保有っていうのがもうほとんどでもう完璧なんですよね。なので、大量の売りが出にくい状況ですねっていう話を、まあ最初の方からね、してましたけども、まさかこんなにね、上がるとはね、思いもよらずというところで、いや、ずっとね、あの、ホールドしてる方はね、すごいですよね。はい。いや、おめでとうございます。本当に、すごすぎます。で、そして、あとですね、今日上場したのが、ニューラル はい、でこのニューラルポケット、はい、こちらがですね今日よらずだったんですけども想定の時価総額もねそんなには多くないんですよねはいそんなに大きくなくてでまず公募が900円でしたが今日よらずのストップだから引けていてでロックアップはですね社長が68%以上90日間というのでまああとは1.5倍っていうのが 8で残りがですねロックアップかかってないんですよねであとは9時2時間っていうのは何パーセントかありますけどもということでまあねあの結構上がったらね10%ぐらいは出てくる可能性はある株ですねはい、まあ、ある株なんですけどもそうは言ってもとにかくですねこのテーマがですね ai エンンジニアリング事業なんですよね、はい、でこれもうど真ん中なのでこれはね結構行くとこまで行くんじゃないかなと見てるんですよねで まあただね寄らずでこう進んでいった時にずっとね何倍にもねひょっとしてもう5倍とかね10倍とかねなっちゃったらもう寄った瞬間から結構ね下がってくるまあリスクはね相当高くなるのでそこはねかなり気をつけながらねいきたいと思いますけどもねこれはかなりのね注目だと思いますねヨークはいとそれからあとはですねまあコンマスワンはいこれも まあ結構上げたとということですねそれからあと木をはい木を9%上げましたはいであと毎日言っていたグッドパッチはいグッドパッチはまあ4%ちょっと下げましたけどもと全然ね昨日の要線の中にいるのでまだまだ全然 OK ですよねこの2,000円のところで踏ん張ってなんとか頑張ってますという話ですねはい次 AI 関連 まずフロンテはですね。で、フロンティアは今日0.72%上げました。はい。と、ふんわしを見たときに、まあ、朝はね、結構上げたんですけどもね。うん。ちょっとまあね、より点に見きなんてね、あの、5倍、まあ、ちょっと厳しかったですけども、はい。でもこれね、材料が出たんですよね。はい。サイファーマと協業し、AI を活用したサイバーなんちゃらっていうのが出たんですね。はい。で、これがですね、どういう話かっていうと、ゴールドマン・サックス様。 <と>かが <laughs> ね、ゴール・マサック様のお名前が出てますけどね。はい。と、出資するサイ・ファーマっていう会社と協業しますってことですね。はい。サイバーインシデントの分析戦略を実現するということでね。はい。まあね、なかなか面白いネタだと思うんですよね。このゴール・マサック様が出資してるね、会社ですからね。うん。と思ってみたものの、とまあ、昔よくあった、ユビック自体の、 IR が出たら、寄り点になるっていう、まあそんな感じになってしまいましたけどもね。うん。まあそれでもね、チャート的には全然崩れてないので、はい、全然大丈夫と思います。はい、全然頑張ってると思いますけどね。うん。まあまずはこのね、800円のところ、はい、ここ下回らないようにね、なんとか粘ってほしいと思いますけどもね。はい。頑張ってます、フロンティア。はい。 続いてエンタメ関連はいエンタメ関連でストリームメディアはいストリームメディア続進しましたね3.8%上げましたはいおめでとうございますでこの話は何かっていうと昨日もまあ出てましたけどもストーリームメディアがエイベックスがですねビヨンドライブっていうのを活用して音楽フェスを配信で思惑っていう話になっていてはいでこのックスがですねビヨンドライブっていうので配信するとでそのビヨンドライブっていうのが このストリーメディアのテレビ局 kntv っていうのにおいて、ビ e ンドライブを放送を行っているということで、そ,そのうね思惑でまあ、買い入っているということなんですよね。はい、それで続伸しましたね。ストリ3。メディアはい。うん、なかなかすごいですね。うん、今日は機嫌を。まあ、結構ドカッとつけましたけどもね。で、と一気にね。こう叩き落とされてで毎点までしました。けどもまあ、それでも頑張ってね。上げてきて。 で結局3%ありましたもんね。はいまあなかなかね良かったと思いますけどね。はいストーリームメディアでした。はい続いてケイブですね。でケイブうんケイブなかなかまあ一気にね上げたんでその反動でちょっと今はね重いんですけどもはいそれでもねち、えっとうそんなにね崩れずにねまあ、やってると思うんですけどね。だから 一気に崩れてないんでこの一旦ね2400円のところでまあ戻してきたんでねこっから下げるかどうかですよねまあはいまあ一旦ね大きく下げてからまあまた変われるパターンかもしれないですしねまあただね NGO 描いてねうまく上がってほしいなと思いますねはいまあ一つの焦点はこの2400円をどうなるかっていうことだと思いますけどねはいで次 DLE はい DLE は3%ちょっと下げましたはい TikTok に まあねアプリの思惑ですよね,、はいまあ、ねちょっとずつ下げてますけどもねこのまあ大要線の中にいるので全然チャートは崩れてませんのでねまたどっかでね上がる機会をね伺っている方もいますけどねはい DLE でしたはい次新ネタです新ネタでまずジャパンエンジンですねはいジャパンエンジン今日ストップ高でらできましたね IR が出まして最新 A エンジン えと連続受注とということが出ました、はい、連続6台受注しましたということで,でこれがです競合他社機関を凌駕する世界トップクラスの低年費を実現していますというような演示なんですよね。はい、なかなかねこれキーワードすごいですよね競合他社機関を凌駕する世界トップクラスの低年費を実現していますということなんですねこのだからこのワードが、ね、結構強いですよね。 なので、うんまあ、6台受注してっていうのももちろんありますけど今後ねこの,その低燃費のものがとひょっとしていっぱい、ね、売れるんじゃないかっていうことでねストップ高までいってると思うんですけどねでその後はね時価総額がめちゃめちゃちっちゃいんですよね19億弱ぐらいですよね今のとこはいなのでまあそれもあってね上げてきてると思うんですよねなのでまあこれがねこの6台っていう、まあ、限定的な台数で終わるのか それともね、もっと伸びることを期待して、株価曲がっていくのか、まあどういう形になるかね。はい。これは見守りたいと思いますね。なかなか面白いネタ出たと思います。はい。続いて、JMC。はい。で、JMC もストップ高で引けましたね。はい。なかなかね、一気にね、朝張りついてね、すごだったですね。はい。で、この内容もですね、なかなか面白いんですけども、はい。で、これですね、とプレスリリースが出まして、 とハートロイドプロジェクトとマサチューセッツ工科大学がクリエイティブパートナーシップを開始ということなんですよね。このハートロイドプロジェクトっていうのが、とこの JMC とそれからと半大ですね、大阪大学とあと扶養株式会社とでとやっているということで,で、内容がこの心臓のカテーテルシミュレーターの開発を目的としているというものなんですよね。はい まあね、このプロジェクトの中に、えっと、MIT っていうね、超ビッグネームがね、出てきたということでね、はい、上がってきましたね。ストップダウンになりましたね。なかなか面白いと思いますね、これね。はい。ということで、はい、JMC ストップダウンになりました。おめでとうございます。はい、続いて、あとですね、出前館ですね。はい。で、出前館、今日は3%、4%近くね、下げました。で、うん、昨日、今日とね、陰線引いてるんですけども、はい。 でこれは、まあ、内容はです、ね、皆さんご存知かもしれませんけども、はいとまあ、出前館が人気ウーバーイーツ買収報道でと規模拡大の期待というのが出ました、はい、でこれがです、ね、とテレビ東京のワールドビジネスサテライトで18日の深夜にとウェブサイトで放置しているということなんですけども、うん、ということで、ねまあ、ブルームバーンが報じていますがでこれに関しては 当社がウーバーイーツの買収検討といった内容の報道を出されていますが実無この内容であり当社が交渉したものでありませんというねまあ否定のものを出しているということなんですよね。うん、ということでねまああの否定のアイラが出たので、まあ、下がったということにはまあもちろんねなると思うんですけどもまあただねあのこのマークどういう感じになってるかっていうとその出前感は LINE の今下にいますよね。ではと今度、ah、と、 経営を統合するとといいうことになっていてで、ヤフーは、あの、孫さんのところですよね。で、ウーバーイーツの大株主って孫さんなんですよね。はい。なので、両方の頭に孫さんがいるということで、あの、まあ、これのね、思惑をどう思うかですよね。うん。 まあね、だからそれを、まあ、あの、そんなことないだろうと思って、空売りした人が今、勝ってますけども、まあ、今後どうなっていくかっていうのはね、ちょっと見守っていきたいなっていうふうにね、思ってますね。はい、新ネタでした。はい、それから8月20日、注目株と言っている中で、まだお話ししないのが、まず、エムアップですね。はい、で、エムアップ、今日6%上げましたね。はい、すごいですね。この、だ4日間い、5日間が、1、2、3、4、5。 5連投ですね。いやいやいや、なかなかすごいですよ。これ、本当に。エムアップ、すごいなだから、ここの、ね、このストップ高で、まあ、買った人とか、その上で買った人もね、もう全然、その上、ガンガンガンって行きましたからね。いやいやいや、すごいですね。で、この内容は何かっていうと、まあ、連日お伝えしますけども、と、まずね、8月17日、あ、ごめんなさい、8月14日の OPQ 号に出した決算が、すごい良かったんですよね。 でその内容もまあ,あのなかなかね理解しやすい内容で新型コロナウイルスの感染症の影響で音楽ライブやイベント中止延期などによって名前配,配信をしたりそれからそのグッズもね売れたりとかっていうことがあったということが書いてあってはいこの e コマースもですね。ということで ECG4 はですね179%ず そうなんですよね。うん。いや、なかなかすごい話だと思いますね。なので、まあ結構ね、上げてきているということなんですよね。で、まあコンテンツを見てもね、例えばこの EXIT とか、あと小袋とかですね、なかなかね、あの、すごいんですね、コンテンツもね。なので、うん、MUP、なかなかすごいなっていうふうにね、思いますね。はい。あと、それからですね、話してないのが、フィードホース。はい。 フィードボスおめでとうございますフィードボスばっかりおめでとうございますっていう話でもないですけども、フィードフォースまた高値更新しましたよ、これ皆さん。いやいやいや、これどうしまうも全然この、いや、昨日もね、高値更新してすげえパッパルパーってやりましたけど <laughs>、今日も <laughs> すごいよ、これまたね、まあ、それ2.3%だけですけども、うん、すごいな。いやいやいや、こんなに連続にね、上げるとは思わなかったしね。っていう話をね、毎日してますけどもね。うん。 いやー、なかなかですね、自分で毎日注目と言い,い,いながらね、このぐらいからまあ話はしてましたけども、もうぎゅーっと上げてね、いやー、この本当に、注目と言っている、長く言っている中でも、上げ、上げの、その、上げがちはですね、筆頭ですね、これね、いやー、すごいです。はい。すごい頑張ってます、フィードフォース。はい。ありがとうございます。はい。そして、8月21日の注目目柄はい。ジャパンエナジー、です JMC、JM アクレディア、m アップ、スイートメディア、プロルート、フィートフォース、フロンテオ、テラ、ニューラル、OK、ダイニッコ、クラブ、ケイブ、リボミック、DLE、エイミング、デマイカン、グッパッチ、バンコブイノベーション。はい。結構いっぱいになっちゃいましたけども、はい。この辺を中心に見ていきたいなと思ってます。はい。それでは、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ